こんにちは、こんばんは。ナコールハッピー結婚しようチャンネルです。ちょうど差し歯が取れて歯の治療中で、今日はねマスクで失礼します。今日はね、男女の性差揉めない会話編1というお話をお届けします。このチャンネルではこういった結婚婚活恋愛心理学のことで、あなたの恋愛や結婚生活に役立てていただけるような内容のお話をしています。話の内容が参考になるって思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。通常月曜と水曜に恋愛心理学や男女の性差のお話をたくさんしています。恋愛で困った時の参考になると思いますので、結婚しようチャンネルで YouTube 検索して他のコンテンツもご覧いただければ嬉しいです。男と女の会話のすれ違い、その最も大きな原因は、男はね、相手の感情や気持ちを察するのは致命的に苦手で、女はそのことを分かっていないという点にあるようです。女性はもともと人の顔色を察することが得意です。太古の昔から女性は物言わぬ赤ちゃんの顔色を見て健康状態をすぐに察知してきました。相手の顔色を伺い胸の内を察することにかけて、男性は女性に圧倒的に水をあけられているのです。ところが女性は察することが得意な反面、言葉できちんと説明することをはしょってしまいがちだというのです。1. 男女の性差会話編1。男は察しない、女は説明しない。例えば女性同士の会話で、外が随分暗くなってきたわねって言ったとします。そんな時に相手はね、その言葉の裏にある意味を察してね、あら本当、じゃあそろそろ開きにしましょうかと言ってくれます。しかし男性相手にこれをしても、外は暗いという事実しか受け止めないので、あ、そうだね、それがどうしたなどと言われてしまうわけですね。女性からしたら、そうじゃないよ、そろそろ帰りたいっていう意味だったんだよってね思うところでしょうが、男性からしたら、だったらちゃんと説明してよって困惑することになってしまうわけですね。こんなすれ違いをなくすためには、男性はね、女性はね、テレパシーで会話したがるエスパーなのだという認識をね、十分に持った上で、なんとかね、言葉の裏の意図を探りましょう。残念ながらその努力はね、大抵失敗に終わるのですが、察しようとしさえすれば、その頑張りをね、彼女たちは察してくれるんだって言いますよ。例えば休日にね、いつまでも夫がゲーム三昧で腹が立っているとします。そんな時ね、女性はね、今日久々の休日なんだけどさって言うように、真意がね、伝わらない言い方をしがちです。そんな時は、久々の休日だから一緒に買い物行こうよって、3時過ぎに家を出るのはどうという言い方をすればね、自分の真意が伝わるし、夫の賛同も得られるのです。丸に、男は結論を出したい、女はただ話をしたい。多くの男がね、女はどうして話が長いんだろう、で結局何が言いたいのって感じているそうです。これは男がね、会話は結論を出すためにするものって考えているからなんですって。今までもこのことはたくさんね、お話ししてきましたが、承知しているのに、私も女なので結構やりがちなんですね。男性がよく求められていないのに勝手にアドバイスしたがるのも、会話にはね、結論や解決策がなければいけないって思い込んでいるからなんだそうですよ。そんなね、男性たちは職場のプレゼンなどで議論をね、重ねて決断を下したり、説得して契約を勝ち取ったりといったね、はっきりした目的があるので、ゴールに向かいやすく、こういうね、展開を男性は好むものです。一方ね、女にとっては会話を楽しむこと、それ自体が会話の目的です。カフェやね、レストランで、そういえばこんなことがあってさとか、へえそうなんだ、そういえば私もこの間さ、などとね、他愛もない会話をね、何時間も平気で続けてしまいがちな女性たちだったりするのです。特に女性はビジネスの場面では、結論からね、話すことを意識して、結論を伝えた後なら、気づいたことや感じたことを話しても、受け入れてもらいやすくなることを心得ておきましょう。丸三、男は情報を交換する、女は感情を交換する。こういったね、会話に対する姿勢の違いが男女のすれ違いを生むことが多くあります。ある有能な経営者のケースです。先日ね、
ある女性社員が取引先とのミーティング報告を上げてこないので、そのことを催促したそうです。するとね、ボスがお忙しそうだったので話しかけられませんでしたって言われて唖然としたそうです。気を取り直してね、私が忙しいかどうかは自分で決める、勝手に判断しないでちゃんと話しかけてこいって言うと、彼女はね、そんな私のこと嫌いなんですかって顔を曇らせたそうです。それでね、ボスは再度唖然としたということです。会話とは情報を交換し結論を出すための場って考えている男性経営者に対して、女性社員はね、会話とはお互いを気遣いながら気持ちをやり取りする場と考えてしまっているわけです。一般的にね、ビジネスの場では論理的な会話が求められ、結論をシンプルに話すことが好ましいってされています。どうしても気持ちを伝えてしまいがちな女性は、まずはね、結論を伝えてから次にどう感じたかを言うという順番を心がけると良さそうです。一方男性は、女性がね、会話において必ずしも結論を求めていないことを知りましょう。大切な仕事の会話でなければ、むやみに、ね、結論や理由を要求しないことを心がけましょう。特にね、大変だったとかね、困ったなどと感情をね、ぶつけられた時には、そのままね、受け止めて辛抱強く最後まで話を聞くことを心がけてみてください。もしもね、受け止めきれずに困った時は、例えばね、女性が大変だったって言った時には、そうなんだ、大変だったんだねって言えばいいし、悲しかったって言った時にはね、そっか、悲しかったんだねってオウム返しでもね、女性にとっては有効です。4、男は序列を重んじる、女は調和を重んじる。男の子はね、小さい頃からスポーツ、特にね、集団で勝ち負けを争う野球やサッカーに慣れ親しみながら成長します。例えば野球において全ての最終決定権は監督にあります。監督がね、バントをしろって言えば絶対にバントです。そのサインを無視して打ちたくなったんで打っちゃいましたというね、個人の勝手は許されません。言われた通り、1番は1番の仕事、4番は4番の仕事をするのが正しいし、かっこいいことだって教えられて育ってきたのです。ですから男性は、ビジネスの場で求められがちな上下関係に比較的あっさり馴染むことができるのだって言います。一方でね、女の子の遊びの定番って言えば、ままごとやごっこ遊びです。ままごとには勝ち負けはなく、ゴールもありません。みんなでね、仲良く遊ぶことが目的です。役割分担も明確ではなく、とにかくね、和気あいあいとした空気を作って壊さないことを大切にします。彼女たちにとって大切なことは、和を乱さない配慮、つまり協調性です。そのためには相手の顔色を伺い、気持ちを察することが欠かせないのです。こうしたね、男女の違いは、太古の昔、男性がね、狩りに出かけて女性がね、料理と育児を担当していた時から育まれた生きるための知恵とも言えるのですね。男性たちは狩りに出ている時にリーダーの言うことを聞かなければ負傷したり遭難したりするリスクが高まります。良くも悪くもリーダーの命令は絶対なのです。一方ね、赤ちゃんの命と家族の食事を預かる女性たちは、お互いにね、協力して支え合う必要がありました。その場で仲間外れになることは、自分とね、家族の命を危険にさらすことにつながるために、だからこそ女性は横のつながりを大事にするのだって言われています。5、男は緊張する、女は打ち解ける。このように縦社会に馴染んだね、男性と横社会に親しんだ女性では、対人関係の築き方に違いがあるようです。例えば初対面の人たちが集まるパーティーや寄り合いの場では、男性同士はね、お互いの年齢や肩書きがわからないうちは居心地が悪くてそわそわしてしまうんだって言いますよ。お互いのね、年齢がはっきりして序列がね、明確になって上下関係が見えてね、初めて安心してコミュニケーションを開始できて、ビールをね、注ぎ合ったりとか談笑したりできるようになるそうです。一方ね、初対面の女性同士は年齢に関係なくすぐに打ち解けて話を始められます。あっという間にね、共通の話題を見つけて、ああ私もそこ行ったことあるわとかね、あそこいいところだよねなどと意気投合して和気あいあいの場面になるのですね。縦社会に生きる男性にとって重要なのは、上か下か
横社会に生きる女性にとって重要なのは周囲との絆なんですって。なのでこのことをねちょっと意識するだけで揉めることなく会話を展開することができるのです。女性のね社会進出に進み、女性たちも縦社会文化にね対応する必要に迫られてきています。学生時代にね体育会系の部活に取り組んできた女性などは縦社会とね横社会の両方に強い存在だって言います。男女問わずね、これからの社会で目指すべきはこういった思考で、野球的な上下関係にもままごと的な調和にもシーンによって対応できる柔軟さを持ち合わせたいものですね。終わりに、男は察しない、女は説明しないの部分では、男はねどうしても気が回らないのです。だからね遠回しに回りくらい言い方では女性のね真意は伝わらないのです。また男は結論を出したい、女はただ話したいっていう部分では男女でね会話に対する意義がこれほど違うのです。双方のね特性を理解しておきましょう。男は情報を交換する、女は感情を交換するという部分では、女性はね男性が求める会話の傾向を把握して情報を交換し結論を出すことを心がけましょう。男性は女性のね特性を理解して感情的な、ね、会話を受け止める努力か、オウム返しでちゃんと共感したことを伝えましょう。男はね序列を重んじる、女は調和を重んじるの部分では、男女のね違いは太古の昔、男性がね狩りに出かけて女性がね料理と育児を担当していた時から育まれた生きるためのね知恵なのです。そのね特性を理解しておきましょう。男は緊張する、女は打ち解けるという部分では、縦社会にね生きる男性にとって重要なのは上か下かで、横社会に生きる女性にとって重要なのは周囲との絆が重要なのです。育ってきたね環境の違いから備わってしまった習性なのです。男女双方のね立場や環境や境遇から備わってしまった特性を双方がね理解して長引く社会にならないように考えて会話できた方が絶対的に有効ですので、ご参考になれば幸いです。それでは今日はここまでで、また次回結婚、婚活、恋愛心理学などのお話をさせていただきます。また水曜にお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。バイバイ。